はい、テザー放送テゾーです。皆様どうもお疲れ様でございます。はい、この間の動画、大変なんか高評価をたくさんいただきましてですね、ありがとうございます。はい、これからもですね、私 YouTuber テツオ運転手のトラック乗りの地位向上に努めてまいりますので、はい、よろしくお願いします。すいません。はい、なんか思った以上に皆さんのリアクションが良くてですね、大変お米のこと、ほと、言葉を、すいません。お褒めの言葉をたくさんいただきまして、はい、なんかすごく嬉しいやら恥ずかしいやらで、はい、とても感謝しております。ありがとうございます。まあ、本音です、でもあれは。はい。で、ですね、今日は、会社の人間関係ってちょっと難しいなっていうお話をしようかなと思うんですけど、僕、今、競馬の仕事をやってたり、あと、まあ朝の市場のバイトやってるんですよ。前から言ってる通り。で、一回動画にも上げたと思うんですけど、朝結構早めに市場に行って、野菜をこう、チェックして、2トン車に積んで、それを手下ろしするみたいな、そういう、市場の仲卸の会社ですね。仲卸に入って、そこの、白ナンバーのトラックなんですけど、そこでちょっと配達するみたいなアルバイトを、朝してまして、で、その後に競馬で、仕事やったりとかしてたんですけど、この稼ぎ方じゃちょっとお金にならないなと思いまして、ちょっとやめて、一旦ちょっとどっかのトラック屋さんでも就職して、ちょっと生活落ち着こうかなみたいな考えてたんですよ。それで、ちょっといろいろ仕事探したりなんかしてたんですよね。そしたら、この間、社長っていうか社長の奥さんみたいな人に呼ばれてですね、哲夫君ちょっといい、お話があるんだけどって言われて、なんだめんどくせえなと思いながら、何ですかって。僕その時早く帰ってきたんで、ごぼうの袋詰めしてたんですよ。早く帰っても別にやることないんで、じゃあごぼうの袋詰めでもしますかと、こうその仲買の仕事手伝ったりしてるんですよね、僕ね。で、その時にそういう話があって、何ですかってなんかちょっとめんどくさそうに答えたら、哲夫君うちの社員にならないかって言われまして、はぁって、なんかちょっと僕の予想してたところじゃないところからすごいパンチが降ってきたので、びっくりしまして、何ですか急にと。僕みたいなのを雇っても役に立ちませんよっていう話はしたんですけど、いや、なんかどうも社長とかその周りの人がですね、どうやら気に入ってくれたと。はい、それで今人もいないので、で、アルバイトだと、ちょっとお金が、いまいち足りないみたいな話をしてたんで、よかったら、社員にならないかっていうことで、給料いくら欲しいんだいと聞かれましてですね、50万欲しいっすね、みたいなことは言わなかったんですけど、ちょっと考えときますみたいな話をしまして、嫌な会社を辞めるっていうのも、ちょっと気まずかったりするんですけど、自分を気に入ってくれた会社を辞めるっていうのは本当に気まずいもんですね。はい。なのでこっちは着々と次の仕事どこに行こうかとか、求人情報を見て次ここで面接行こうみたいなのをやってた時だったので、なんかちょっと心が痛くなりまして、それでちょっとここでお話しして心を軽くしようかなと、はい。このように思って撮っております。はい。自分の人生なので、辞めるときはスパッと辞めなきゃいけないんですが、まあやっぱりどこも人が足りないので、なかなか、難しいなっていう感じはしますね。なので、ちょっと今微妙な、で、時期もやっぱりもう年末になるので、やっぱ時期もなんとなく微妙だなっていう気はしますね。はい。すいません。一旦ここで相棒を紹介します。前なんかグレープが美味しいみたいな話をですね、コメントでいただいたんですけど、何グレープか忘れてしまいまして、で、一応ですね、キリンザストロングの、グレープスカッシュサワー 9%、これを、買ってきました。はい。いただきます。おー、うまい、うまい。うん。まあ、そんなに甘いって感じでもないし、やっぱキリンザストロングは美味しいですね。こう、やっぱ一般受けするようにちゃんと考えて、こう、バランスをとってるって感じですね。美味しいですね。はい。
すいません、それとこの間、なんか 9% をグビグビ飲むのは危ないんでやめてくださいみたいなコメントがありまして、ご心配いただいてありがとうございます。はい、大丈夫です。すいません。まあ、そんな感じで、ちょっと仕事を、どうしようかなと迷っております。ただまあ、辞めるのはもう自分のために辞めなきゃいけないとなったら、まあ辞めるしかないので、ただそこはみんな親切でして、仕事も僕嫌いじゃないですし、で、トラックの配送終わってから、みんなとこう、なんかワイワイ言いながら、野菜の袋詰めしたり、箱詰めしたりとか、そういうのも別に嫌いじゃないので、まあ、このバイトいいなとずっと思ってたんですけど、まあ、まさかこんな話になるとは、はい、こんな話になるぐらいだったら適当にやっとけばよかったなと、まあできませんね、はい、すみません、そういう性格じゃないので、はい、できないと思います。はい、で、まあ僕の話はこれでいいんですけど、コメントでですね、また別な人から、結構昔から僕の動画見てくださってる人で、今度なんか看護台車で、スーパーに鶏卵配送、卵ですね、はい、の配送をすることになりそうですと。すいません。で、注意する点とかありますかみたいな。そういうお話が来たんで、ちょっとコメントでちょっと打ってたんですけど、あと、意外とすごい長文になっちゃったんで、で、それでちょっと書ききれなかったんで、ここでお話しますね。看護台車って、結構最初扱いづらいんですよ。で、これちょっと危ない面もあるので、注意した方がいいよっていうお話をしようと思います。看護台車を使うのは、鶏卵もそうなんですけど、まあ、スーパーに配送するときは、やっぱり飲料であったり、あとはまあ、雑貨なんかもそうかな、まあ、ちょっと違うかなと思いますけど、あとはお菓子とか、あとは袋麺とか、ああいう食品関係ですね。ああいうのをスーパーに納品するのは、看護台車で積む場合、移動する場合が多いと思います。看護台車っていうのは、結構たくさん積めてですね、で、タフに作ってあるんですけども、これは、意外と倒れます。はい。で、倒れて下敷きになったら必ず怪我します。なので、ここ、一点注意なんですけど、看護台車を、扱うときはですね、開口部、看護ってコの字になってて、で、こう、バーがこう、ガチャッとロックされるようになってるんですけど、その開口部ですね、荷物をどんどん詰めるとこ、そこに自分の体を置いて、両手で、握って、こう、右左に移動すると。そういう時はやっぱり意外と力使うので、お腹に力入れて、移動すると。意外と看護台車、軽く考えて、こう、腕力だけでひょいっとやろうとするとですね、足がピキッとなったり、腰がグキッとなったり、あとは肩が、痛くなったり、そういうこと結構あるので、看護台車と言えども、舐めてかからずに、結構ちゃんと力入れて、できれば、膝を軽く曲げて、こう、一個一個真剣に下ろすと。はい、こういうのが大事です。はい、本当に大事です。あとですね、ちょっとしたくぼみとか、あとバースト、鉄板の間のちょっとした隙間とかにタイヤが挟まったりなんかすると、勢いがついて引っ張ったりなんかすると、こっちに倒れてきちゃうので、必ず引っ張るときはですね、下を確認して、なるべく自分の方に、引かない。看護は大体押す方がいいですね。それから横に立って、こう左右に持っていく感じ。はい。なんで、自分の体重を後ろにかけてぐーっと引っ張ると、下にくぼみがあって、そこにタイヤがはまって、こっちに倒れてくるっていうことがありますので、あんまり体重を後ろにかけて引っ張らないことが重要だと思います。これ、会社によってですね、前に人がいると見えないんで、押すなっていう指導をする会社もあるんですよ。なので、その場合は横に立って、左右に持っていくっていう、移動するっていう形を取る方がいいと思います。何にせよ、自分の体を進行方向に持っていかない。これが大事です。看護台車は、斜めに倒れてきたら、支えることはほぼ不可能だと思ってください。ちょっとでも倒れそうになったらと思ったら、反射的に人間を抑えてしまうんですけど、中の商品なんかどうなったっていいので、自分がさっとかわしてですね、倒れるぞーと、はい、こんな余裕はないと思いますけど、なるべくこの自分の、身を最優先にですね、抑えようとは思わないでください。商品を壊したら弁償すれば済みます。で、大体会社保険に入ってますので、全弁償みたいな、何十万も請求来たりはしないと思います。もし何十万も請求来たらやめてください。はい、その会社。それから、労働センターに相談すれば、その請求は、保護にできると思います。大体来ても1割から2割、多くて3割ぐらいの請求です。はい、でも大体大丈夫です。
そんなに請求は来ることはないと思います。とにかく大事なのは、自分の体なので、倒れてきたら支えようとせずにすぐに逃げることをお勧めします。はい、ちょっと早口で喋っちゃいましたね。ただここちょっと大事なので、意外と看護大社は倒れるよっていうことを意外と気をつけて仕事してもらえるといいんじゃないかなと。はい、でも鶏卵なんかでも卵でも結構軽めに見えて、目一杯積むとそれなりの重量ありますので、ぐらっと斜めになったら支えるのはちょっと大変です。で、まあ僕なんかも結構力はわりかし自信ある方ですけど、無理はしません。はい。昔から運転士やってるので、昔の運転士の教えとして、怪我と弁当自分持ちみたいな、ことを刷り込まれて、僕は運転士として育ってきましたので、やっぱり、怪我は自分持ちなんですよ。痛い思いするのも自分ですし、なんなら自分で金払いみたいなブラックな会社もありますので、なるべく怪我はしないように、こう、自分のいいように、こう、体さばきを覚えてですね、はい、それで、仕事をしてもらいたいなと思います。何しろ大事なのは自分の体です。はい。商品も仕事も代わりはたくさんありますが、あなたの代わりはいませんよ。はい。運転士の仕事は、無事に家に帰ることです。はい。これを、守っていただいてですね、はい。日々の仕事をやっていただきたいなと、はい、このように思います。はい、ですね、今日はなんか大したお役立ち情報もなく、ちょっと終わってしまいましたね。はい、一応なんか10分目安で撮っているので、今日はちょっとこの辺にしようかなと、はい、思います。どうもありがとうございました。低山放送、鉄夫でした。ごきげんよう。